クリアですか。ちょっとそれでお姉系のキャラでもいけますよね、うん、この髪型で。喋り方とか変えるってことですか、うんうんうん、いやだって私はあのこういう髪型で生きてきたわけだから、まあ、それもできるし、はい、めっちゃくちゃ2枚目をやる。これでいけるね。これで2枚目もいけるね。いや俺は本当にホスト、うん、いいね。あ君はどっから来たの。かわいいじゃない。そういうんじゃなくて、まあ、俺の昔のだけど、はい、そういうんじゃなくてさ、俺に触るな怪我するぜみたいな、そういうちょっとあのすごい硬派な感じなんですね。ちょっとやってみたい、はい、おい何見てんだてめえ。俺に触るんじゃねえ。あ怪我するぜ怪我するぜ。怪我ないのによく言った。怪我ないのに怪我するぜ。怪我ないのによく言ったもんですよ。いいじゃないそれ。いいじゃない。目はって言えばいいですか。抜いてやろうか毛を抜いてやろうかお前。おいお素晴らしいよね。いいね。素晴らしい。すごいね。絵力が強すぎる。目が離せないもん。いやずっと見ちゃう。進撃の巨人にそれでオーディション受けたら絶対受かってる。行きます行きます。巨人役の。そのコントもいけるね。巨人役ですか。当たり前だよ。もうでかくなってそれだけ CG じゃないんだよ。実写実写。ただの主役じゃねえか。俺したらもういやじゃあこれちょっとあの自分で固めてきます。いやびっくりした目の前で変身のな。こんなになると思わなかったもんね。いやでも僕らもちょっと触れられないタブーなとこがあったんで、大竹さんに言ってもらって初めて開きました。これなお前ちょっとどっかのテレビでやっとこいよ。これはお前どっかその今までの髪型からこれに変えたのテレビでやったらものすごいことになるよって。なあ本当ですか。ラジオでこれだけびっくりこく。いややっぱ、うん、意地からはすごいね。あそうなんですか。僕がお前徹子の部屋出てそれいや僕にいただければそれはもう帽子かぶってるのか普通に喋ってればいい。